はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ファミペイがついに街のお店で利用可能に20、20%還元キャンペーンは、ファミペイ9時チャージからポーサーカード購入まで解説ということで、今回は久しぶりのファミリーマートが提供するスマホ決済、ファミペイについてですね、この動画ではキャンペーンの解説と、実際に僕がこのキャンペーンに参加をしてみたので、まあ、チャージから購入まで含めてですね、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回こちらのキャンペーンですね。街のお店、ネットのお店のお買い物でも、ファミペイ払いで20%戻ってくるキャンペーンということですね。これはまあ、ちょくちょくね、前から情報は上がってたんですけども、まあ、詳細に関しての情報が本日発表されました。 で、なんとですね、ここ見ていただきたいんですけども、なんと、ファミペイがですね、ファミリーマート以外のお店でも使えるようになったんですよ。まあネットのお店ではちょくちょく使えるようになったってなんですけども、今回からなんと、街のお店の、まあ一部の街のお店で使えるようになったということですね。これちょっと嬉しいですよね。で、このキャンペーンが開催される期間なんですけども、本日10月の6日火曜日から11月の2日月曜日までのキャンペーンとなっております。 で、キャンペーンの細かいところに入っていこうと思うんですけども、まず上からですね。こちらのキャンペーンに関してはエントリーが不要となってますので、とりあえずまあ条件をクリアすれば還元を受けることができます。で、次に対象店舗なんですが、ファミリーマートはもちろんなんですけども、このファミペイが利用可能なお店であれば還元がされるということですね。 で、もちろんですね、ちょっと気になるのが、どこのお店で使えるようになるのかっていうところが気になると思うんですけども、それがですね、一応ファミペイのアプリを開いて、真ん中のこの部分ですね、ファミペイ街のお店でも使えるようになりましたというところがあるので、ここをタップしてください。そうすると、街のお店でどんな風に決済するのかっていう風に出てくるので、その画面を下に下がっていただくと、使えるお店はこちらというのがあるので、ここをタップしてください。 そうするとですね、ファミペイが使えるお店ということで、街とネットそれぞれ分かれております。で、この画面を少し下がっていただくと、まあ、それぞれお店が出てくるんですけども、今出てる通りであれば、ファミペイが使えるようになりましたということで、スギ薬局とかエリオンとかジャパンという、これ、ドラッグストアですかね。あと、100万ボルトとかそういった家電量販店でも使えたりとか、あと、ドラッグストアで言うとこんな感じですね。僕がちょっと知ってるお店は特にはないですね。大賀薬局であれば多分知ってるっていう感じですかね。 ショッピングのジャンルであればトイザラスとかオートバックスとか山田電機イエローハットとかそういったとこでも使えたりとか他にもモールのジャンルであればちょっとこれは僕知ってるお店はないんですけどもモールのお店でも使えたりとかグルメのジャンルではロイヤルホストとか天丼天屋というとこがあったりとかちょっと九州にはないんですけども日高屋というお店でも使えたりします で、他にも居酒屋であれば有名な、まあ、ウォータミだったりとか、白木屋とか、わらわらとか、そういったところでも使えますね。まあ、ちょっと今回一部だけしか紹介してませんが、他にもまあ、使えるとこもちょくちょく出てますので、ぜひちょっと気になるところはチェックしてみてください。で、次に、付与上限なんですけども、2000円相当までとなっております。これ嬉しいですよね。まあ20、20%還元の2000円ということなので、まあ、実際に1万円までファンペイで決済した場合は、この2000円相当が戻ってくるということになります。 次に参加条件なんですけども、今回はこのファミリーマートのファミペイに銀行口座を登録、もしくはファミリーマートのファニマ T カードクレジットカードタイプの方ですね。これを登録することが絶対条件となります。 で、登録できる銀行なんですけども、以前ね、少し紹介したことがあったんですが、以前より少し増えております。まあ、パパッと読み上げると、au 自分銀行であったりとか、関西未来銀行、埼玉リソナ銀行、西日本シティ銀行、水保銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、リソナ銀行、ゆうちょ銀行という感じですね。あとは、下に出てるファイマー T カード。これはクレジットカードの T カード。これらのいずれかを登録することが条件という風になります。 で、青い字でちょっと出してるんですけども、ここにも出てる通りですね。キャンペーン前から銀行口座またはファミパンーカード、クレジットカードタイプですね。これを登録されてる方も対象ということですので、僕はね、ちょっと前ぐらいから三井住友銀行ずっと紐付けてるので、そういった以前から登録されてる方でも対象ということになるので、ここは安心ですね。で、新定日に関しては、11月の20日頃ということになっております。 で、次、ここ気をつけていただきたいんですけども、ファミリーマート店舗での決済の場合、下記の商品は対象外となりますということですので、これ今出てる通りは今回のキャンペーンの対象外になる、まあ、一部の商品ということですね。まあ、パパッと読み上げると、切手とかはがき、あとは、ま、ゴミ袋とかチケットとか、公共料金とか収納代行とかですね、他にもま、クレジットカードとか、電子マネーのチャージとかそういった風に出てるんですけども、ちょっと気になったのがですね、まあ、ファインペイのちょっとした特徴として、 こういったようなポサカードって皆さんご存知ですかねまあ iTunes カードとか Google プレイのカードとか Amazon ギフトカードとかそういったのも購入してもなんとですねファインペイは還元の対象という風になってるんですよで今回もこのキャンペーン自体はプリペイドカード類って書いてるんですがポサカードの記載はなかったので今回ポサカード自体も対象になるのかなという風うに僕は気になったんですよでやっぱりね気になったことはもう早速まあ聞いてみようということでファミペイ側に問い合わせてみました 今回問い合わせた方法として、チャットオペレーターというあの問い合わせ方法があったので、これは普通に自動の返信が返ってくるものも一部あるんですが、ちゃんとしたオペレーターさんが対応してくれるっていう方法もあったので、早速ここに問い合わせてみまして、まずはじめにこちらこそよろしくお願いいたしますというちょっとした挨拶があって、僕はこんな風に、本日10月6日にら始まるファインペイ払いで20%戻ってくるキャンペーンについて伺いたいですということで、かしこまりました。恐れ入りますが、どういった内容になりますでしょうかというお返事がありました。 僕はもうそのままですね、気になったことをもうぶち込んでみました。もう出てる通りですね。キャンペーンページ内には、プリペイドカードよりは対象外と記載がありますが、バニラビザギフトカードのようなポザカードを購入した場合は対象となりますかよろしくお願いします。という風に伺ったんですけども、ちなみにバニラビザギフトカードっていうのはこんな感じのポサカードとなってます。ほぼほぼビザのクレジットにちょっと近いような感じで使えるようなカードですね。そしたらですね、ちゃんとお返事がありまして、 じゃんということで、かしこまりました。お問い合わせのポサカードは、キャンペーンの対象となっております。というお返事が来ました。いや、これね、ほんとちょっとは、まあ、ツイッターでも色々と賑わってたような情報でもあったんですが、今回はこのようにポサカードも対象ということでしたので、まあ、安心して結構疲れるのかなと思います。 で、ここからですね、僕が実際にチャージをしてポサカードを購入する方法までサクッとお伝えするんですけども、まずはファミリーマートのこのファインペイのアプリを立ち上げていただきまして、ここのファインペイチャージというところをタップしてください。でですね、ここに4種類ぐらいチャージ方法が出てくるんですが、今回はこの銀行口座というところですね、僕は使いましたので、ここをタップします。で、もしまだここで対象の銀行口座を持っている方で紐付けてない方がいらっしゃいましたら、 先に紐付けた状態で行ってください。で、僕の場合は今出てる通り三井住友銀行というふうに出てまして、入期金,金額が今5000円なので、今回マックス上限の1万円にこのように変更して、そのままここでチャージをするをタップしてください。 そうすると、チャージしてもよろしいですかというふうに確認の画面が出てくるので、チャージするをタップします。で、チャージがうまく完了すると、先ほど278円分のファミペーザン高だったんですけども、1万トンで278円分が今チャージされているという状況ですね。で、早速、ファミリーマートの方に伺いまして、まあ、先ほどお伝えしたポサカード、バニラビザギフトカードですね。 店舗でで見つけけたんですけども他のカードは結構ギチギチにあったんですがなんとあのバニラビザギフトカードだけですね結構枚数がもう少なかったんですよなのでもしかすると同じようにチャージをする人が多かったのかなという印象でも思いましたでこの購入するときの方法なんですけども購入するときは1万円分お願いしますというふうにお伝えしますというのもですねバニラビザギフトカードの場合 購入する時の金額ってね自分で選ぶことができます。それがまあ3000円から1万円までなので、もう僕の場合はもう迷いなくね、もう1万円の上限分だけ購入したかったので、1万円お願いしますというふうに僕はお伝えしました。そしたらこんな風にですね、明細が出てきまして、以下の支払いが完了しましたということで、1万円分購入したことが今出てることがわかると思います。 で、僕、久しぶりにちょっとファインペイを使ったんですけども、なんか、今度から内訳という風な出るようになったんですね。これちょっと、意外と安心するというか、あ、こんな風になってんだという風に思いましたね。で、あともう一つ、まあちょっとここは簡単にだけちょっとお伝えするんですけども、今現在、ファインペイでは、くじのキャンペーンっていうのを行ってます。まあちょっとね、僕が3等の1円しか当たらなかったんですけども、今こんな風な3回に1回当たるくじっていうのがあります。これが税込み500円以上お買い物ごとに、くじが引,くんで引けることができるんですが、 1>, 1等であれば最大で1万円相当、2等であれば500円相当、そして3等であれば1円相当ということでしたので、まあちょっとね、これはあまり期待せず利用した方がいいのかなと思うので、まあ今回のね、キャンペーンと組み合わせて使うのも結構いいのかなと思います。ちなみに実施の期間に関しては下にも出てる通り、10月の1日からスタートしてまして、なんと来年の2月の28日まで開催されてますので、まあ、結構ね、長めに見ながら結構このくじを楽しめるのかなと思います。 ということで、早速ですね、バニラビザギフトカード、僕も購入がバッチリとできまして、僕のこのバニラビザギフトカードの使い用途なんですけども、まあ、いろいろあるんですが、僕はそのまま、あの、モバイル Suica にそのままもう1万円分をチャージしようかなというふうに思います。まあ、他にもね、これで Amazon ギフト券を購入したりとかされる方もいらっしゃるみたいなんですけども、僕は普段結構モバイル Suica を使うことが多いので、まあ、この方法で全然いいのかなと思います。あともう一つですね、まあ、これと組み合わせてもいいのかなというふうなキャンペーンもありまして、毎月10日と25日はチャージ チャージの日とということなんですけどもあと4日後に開催されてるんですがこの10日に3000円以上チャージをしたらなんとファミチキのクーポンというのがですねもらえるようになってますまあ僕はもうまあそんなにファ,ファミチキはどっちでもいいのかなという感じだったので普通に本日チャージをしたんですけどももしファミチキのクーポンをもらいたい特に急いでないという方がいらっしゃいましたらこの10日に合わせてチャージするのも結構いいのかなと思います まあそんなこんなで今回はファインペイの20%戻ってくるキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。本当ね、ファインペイに関してはね、当初はもうファミリーマートだけにしか使えないっていう感じだったんですけども、まあ今回から街のお店とかネットのお店でも幅広く使えるようになったということで、かなりかなりまあファインペイも力を入れてきてるなっていう印象ではございました。 で久しぶりにね、アプリを使った印象としても、ああアップデートが加わって、若干こう画面線が変わってたりとか、あとはまあ先ほどお伝えした購入した時の内訳が出てくるのも結構まあまあ、あ、これはまあ便利だなというふうにも思いました。あとは街のお店で使えるのがこう幅広くなってくれば、いわゆるそのマップ的な機能があれば、またこれはこれで便利になるのかなというふうな個人的な意見というか感想でもありましたね。で今回お伝えしたねファインペイのキャンペーンのリンクに関しては下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる 方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました <music>